シリーズ累計発行部数120万部、電子版含むを突破し、漫画アプリ、マガジンポケットにて連載中の永瀬さんによる作品、いじらないで、長瀞さんの TV アニメ化が決定した。シリーズ累計発行部数120万部、電子版含むを突破し、漫画アプリ、マガジンポケットにて連載中の永瀬さんによる作品、いじらないで、長瀞さんの TV アニメ化が決定した。いじらないで、長瀞さんは、シリーズ累計発行部数120万部、電子版含むを突破し、漫画アプリ、マガジンポケットにて連載中の永瀬さんによる作品。憎たらしいけど愛おしい、苦しいのにそばにいたい、何かが目覚めるエスデレ少女の物語だ。今回そのいじらないで長瀞さんの TV アニメ化が決定した。合わせてメインスタッフの情報も解禁され、アニメーション制作はテレコムアニメーションフィルムが手掛けることが明らかになった。なお監督は、神の塔、タワーオブゴッドや、チェーンクロニクルヘクセータスの戦、ファンタシースターオンラインに、ザ・アニメで副監督を務めた花江博一さん、シリーズ構成、脚本を、ハイキュー、フルーツバスケット、不合刑事、バランス、アンリマイテッドの岸本隆さん、キャラクターデザインは、つくもが三ヶ島、創作画監督、ルパン三世、パート5期、さらに主人公長瀞さん役を神作家すみれさんが演じることも発表された。長瀞さんを演じるにあたって神作家さんよりコメントが到着しているので紹介する。神作家すみれが演じるスーパード S な長瀞さんに期待をしつつ、 TV アニメの続報に注目したい。神作家すみれさんコメント。原文ママ、長瀞さんを初めて見た時はその悪魔プリに衝撃を受けましたが、ふとした瞬間の可愛さもまた衝撃的。七変化の魅力を表現できるよう頑張ります。作品情報、 TV アニメ、いじらないで長瀞さん。キャスト、長瀞さん、神作家すみれ。メインスタッフ、監督、花江博一。シリーズ構成、さらに主人公長瀞さん役を神作家すみれさんが演じることも発表された。長瀞さんを演じるにあたって神作家さんよりコメントが到着しているので紹介する。神作家すみれが演じるスーパード S な長瀞さんに期待をしつつ、 TV アニメの続報に注目したい。神作家すみれさんコメント。原文ママ、長瀞さんを初めて見た時はその悪魔プリに衝撃を受けましたが、ふとした瞬間の可愛さもまた衝撃的。七変化の魅力を表現できるよう頑張ります。作品情報、 TV アニメ、いじらないで長瀞さん。キャスト、長瀞さん、神作家すみれ。メインスタッフ、監督、花江博一。シリーズ構成、苦しいのにそばにいたい、あなたの中の何かが目覚める、エスデレ少女の物語。書籍情報、いじらないで長瀞さん1から7巻発売中、講談社。いじらないで長瀞さん8巻2020年7月9日木曜日発売、講談社。 C7 氏講談社、いじらないで長瀞さん制作委員会。